海ズメはフメ、フグメ、ハコフグ科に分類される海水魚の一種。北緯35度から南緯28度までの中部、太平洋及び東太平洋、インド洋に分布する。日本国内では、茨城県より南に分布している。ハコフグ科の魚に共通の特徴として、皮膚に骨盤が発達しており、箱状の体型をしている。糞は尖っており、口は小さい。 体長は25から30センチメートル。目の前方に前向きの棘、尻びれの基部の前には後ろ向きの棘があり、それぞれ眼前棘、腰骨棘と呼ばれる。これらの棘は混合フグほどではないが、いずれも長くて大きい。また、混合フグとは異なり、背側の中央にも後ろ向きに伸びる棘がある。服着はなく、小柄に、甲板はない。体色は、茶色。 高褐色だが、若菜の覆面は半透明になっていて、光を透かすと腹底の水が輝いて美しく見えるため、水かごという別名もある。海ズメは群れを作らず、単独で水深50メートルまでの沿岸の岩礁域や、サンゴ礁域、内湾などに生息する。主に、蛇生動物などを食べる。捕食者から身を守るため、 皮膚からサポニンのような毒を含む粘液を分泌しており、不要意に刺激すると毒を多量に放出する。この時、周囲の魚だけでなく、自分まで死んでしまうことがある。魚類図鑑、海藻詰め。2017年7月17日閲覧。ありがとうございます。